三豊市の高瀬南部保育所を訪れたのは、釜玉アレサヌキのミッドフィルダー澤田健太選手とディフェンダー松本直也選手です。地域とのつながりを深めようと、子どもたちとサッカーを通して交流しました。さあ、いよいよキックオフです。まずは釜玉アレ澤田が持ち出す。そしてシュート、キーパーうまく止めました。お手手をつないだ守護神たち、ゴールを守ります。ボールがこぼれてミドルシュート、ゴール決めました。サポーターのボルテージも上がります。おっと、なんとボールを手で運んでいる。ゴール前まで運んで、そしてどうだ、決まった。同点でした。楽しかった、上手やった。うちに欲しいぐらいの得点力を持った子が何人かいたので、ちょっと注目ですね。子どもたちと一緒にやることで本当に元気もらってますし、それをエネルギーに変えて頑張っていきたいなと思ってます。